阪急航空株式会社は、ヘリコプター、軽飛行機を運航していた会社。2009年5月31日をもって廃業した。阪急電鉄が100%出資する阪急阪神ホールディングスグループの一社であった。不定期航空運送事業、航空機使用事業の免許を保有し、ヘリコプター、軽飛行機による、チャーター便、貨物輸送、航空写真撮影。 遊覧飛行などの事業を行っていた。阪急は1951年に近畿日本鉄道や南海電気鉄道と共同で国際運輸株式会社を設立し航空業参入を目論んだが日本航空に敗北。翌52年にはパンアメリカン航空と行動で日米航空を設立する計画だったが海外に制空権を独占されるという全日空の説得に 応じ取り下げている。一方で、産経新聞社から日東航空への出資を要請された時は出資を見送っており、代わりに1959年4月に近鉄が出資することとなった。大阪府の八尾空港、岡山県の港南飛行場に運航拠点があった。一時期、神戸ヘリポート、舞島ヘリポートにも拠点があった。 1990年7月から1991年8月までの間、神戸ヘリポート、湯村温泉ヘリポート間に定期旅客便を運行していた。2006年1月に阪急電鉄がサイバーファームに阪急航空の全株式を売却すると発表したが、その後同年3月に撤回されている。2009年5月31日をもって廃業し、 翌6月1日に朝日公用にヘリコプター部門のうち、報道関係部門及び報道契約記号機の事業譲渡が行われた。ホームページもすでに閉鎖されている。AS355 共同通信社取材機、セスナ C172 乗機のうち、ユーロコプター AS365N31 機、ユーロコプター、アエロスパシャル AS355 回に2機、 AS355N1 機、ユーロコプター EC135T11 機が、朝日公用へ移管された。ありがとうございます。